飛ばしのスイングアーク、ワイド&ナローというお話ですけども、まあスイングのアーク、軌道ですね、軌跡ですね、ここがワイド、ここがワイド、広くテイクバックをする、そしてここから、広く動いといて狭く切り返す、広くから、その後ですね、まずここまでを広く使っておいて狭く、ここから狭く、広く狭く、これがワイド&ナロー、ワイドからナロー、広くから狭く向かう、広く狭く、これでヘッドスピードを上げていくんですね。広くから狭くなる瞬間、ここがポイントになります。練習方法はこのように、少し重たいものを、テイクバックのところに置いて押してあげる。で、強く押すためには背中とか体をうまく使わなきゃいけません。手だけで上げれません。そして大きくテイクバックをする、広くワイドにですね。そして広く、テイクバックした後に、その反動から今度は狭く切り返す、広くテイクバックし、その軌跡よりも狭いところの軌跡を通して、インパクトに向かう。まずは広くすることで狭くす、切り返すことができるんですね。そうするとシャフトのしなりをうまく、深く利用できます。ここを狭く使う、下半身を使って、背中を使って、ワイド&ナロー、狭くという感覚を、意識します。広く狭くですね。この広くすることでより狭いイメージが出ますので、まずはテイクバックを大きく作り、その後に切り返して狭く、そうするとまたフォローが大きく、そしてヘッドスピードも上がるということになります。キーワードはワイド&ナローです。そこら辺の練習をして、ヘッドスピードを上げる練習してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフメールマガジン、 YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろん、バックナンバーのみでも購入可能です。メルマガ登録よろしくお願いいたします。そして、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。